始まりまりした国際夫婦による雑談ゆるゆるポッドキャストはいみなさんこんにちはおかえりなさいおかえりなさいはい今は夜お昼夕ご飯を食べた後に撮影していますはい今日はどんぶり食べましたねそうですそうその様子はね YouTube 動画を撮ったので楽しみに待っていてくださいはいお待ちくださいね,ね今日撮った YouTube は結構あの久々に料理とかいっぱいしちゃったよねうんなん 何個作った今日3つ3つ作った全部でいうと何があったっけ、うん、最初のやつがなんか韓国の手仕込みってやつだったかな、ね、確かそれで2品目が豚キムチで,で、うん、最後に作ったのが韓国のタレを使ったチキン。 そうそれねタレにつけといて6時間ぐらいかなつけといてでオーブンで焼いてどんびりにしましたけど美味しかったね美味しかったねこなんか動画で見たい方はあのー、まあねその動画が上がると思うので楽しみに待っていてくださいはいはいでね今週ちょっとね先にやったことを皆さんにここでシェアしようかなと思うんですけども、はい、あの今週はねあのー、土曜日日曜日ってねあのシアトルの方で、ね、プライドがね 行、うん、行わわれれてて日日曜日にあのパレードが行われたんですよ、はいね、東京でも東京レインボーパレードって言ってレインボープライドか、うん、東京でも東京レインボープライドってのがあってね、うん、なんかそのね歩くじゃんみんなでそのねその超でかいバージョンがシアトルで行われるんだよね,ね毎年ねそうだよね なん,なんか4万人とかが歩いてたってなんか聞いたけどね。すごい規模のパレードでした、ね、そう実はこれ参加するのは去年も含めて2回目かなんだけど、うん、去年はねあのちょっと YouTube 動画をね撮ることができなくてあのみんなにそのシアトルのプライドの様子をお伝えすることができなかったんですけど、うん、あの今年はねあのまあ友達といて。 行ったしあのその YouTube 動画のために動画もちょっと撮れたので、うん、それも皆さんにお届けできると思います、ね、結構おしゃれしていたよね今回はうんなんかすごい派手派手キラキラな衣装を着てって <laughs> あの、まあ、インスタグラムとかねフォローしてくれてる方はもう先に私たちの服とか、うん、どんな感じで行ったのか見れてると思うんですけどもそうね,ね。あのー、今までのプライドの中で一番派手派手な 衣装でいけたんじゃないのかなと思います。うんうん、そうだよね、本当に。ね、全然今まではそこまでしなかったよね。うん、なんかちょっとだけなんか前はなんか虹色のねあの T シャツとかそうだ、ね、着てたんだけど、ここまでしたのは初めてだね、うん。ね、そう。まあブレンもすごい派手派手なねシャツ着て、すごい可愛いなありがとうございます。はい。<laughs> なんかポップなねポップな、ね、感じなんだよね。うん、本当に可愛いのでぜひ皆さん見てください。はい。 そ,うでそのね最初にねあのパレードがね11時お昼の11時から、うん、あの始まったんですけどなんとねそのパレードは大体56時間ぐらいずっと続いてたみたいだよね。自分たちはもう、まあ、大体11時にねもう、うん、パレードが始まると同時に、まあ、大体それ見てたんだけど、うん、まあ自分たちは3時間ぐらい。 意外とね,ねあっという間だったけどあっという間ずっと立ち、うん、ほぼ立ちっぱなしでね,ね見てて気づいたらあ3時間経ってるって、うんまあ、どん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 ね,ねずっとそれもう3時間も見て、うん、でなんかあの,そのスペースニードルっていうの,あのアシアトルのなんか有名な、ね、タワーがあるんだけど、うん なんかその近くであのなんか演奏とかうん、うん、屋台とか、うん、まあ日本でいうね代々木公園でやるプライドみたいなあのフェスがあったんだからであのパレードが終わるのがそこだった最終点がそこだったからうん、うん、じゃあそこに歩いていこうと言ってあそこ行ってもうそこに多分1時間半ぐらいいたかなって、ね、終わった。 でもそだからもう本当に大体56時間ぐらいあのぶっ通しでパレードね、うん、あのやってみんな歩いてて、うん、なんかまあ、ね、いろんな企業の、ね、人たちがさやっぱりスポンサーとして出てきたりそ、ね、あとはその,そのサポートしてますよっていう意思表示のために出てきてるところも多くて、うんうん、まあそのね、まあ、有名な企業で スターバックスとかマクドナルドとかあとはシアトルではね結構有名なアラスカ航空とか飛行機の会社とかあとは他にもいろいろあったねでもんか企業はあるんだけど企業じゃないのが多い気がするねんかそういうなんとかなんかチアリーダーのグループとか何かのそういう趣味のグループ あ,のあとバンドとかほらあのラッパとかそういうバンド、ね、あとは学校の先生と生徒が歩いたりとかそ、ね、そのスクールバスで登場したりとかさあの学校としてあのパレードに出る感じねそうそうそうだから、うん、なんかねすごい会社も強いけど、うん、でもその地域の団体とかもすごい強いなって思った。うんうん あとねシアトルのねあの、まあ、にまだ日本だとどうかな、まあ、場所によってはねあるかもしれないけどシアトルその市長が歩いてる、うん、あ歩いてたうん見なかった見つけた、うん、なんか探したけどでもでもいたらしいよ去年は見たけどね今回見逃したと思うけど<ー>でも歩いてるわ歩いている<ー>ね <laughs> ねでなんかそのパレードが始まったね一番最初歩いたのはそのネイティブアメリカンの もともと、ねね、シアトルと呼ばれるところに住んでいた、うんね、あの民族という国の人たちが最初にいると、ね、そういうのを、ねまあ、リスペクトしてちゃんとやってくれるのはいいよね。そね,ねそれはいいことだね。うん、ねえほんとにだろう去年はすっごい暑かったんだけど今年はまあ、うん、結構過ごしやすい天気で。うんね まあ自分も穴がねめっちゃ開きまくってるタンクトップで行ったんだけど、うん、最初はねちょっと日がまだ昇りきってなくてもう本当に寒いぐらいだった日陰のところはねちょっと肌か<う>寒かったけど<う>、ね、でも太陽が出てきて大体1時2時ぐらいになってくるともう結構日差しがね強くてあの日焼けしちゃったぐらいシアトルなんかシアトルの夏はなんか3時から暑くなる気がする夕方が強いよね、うん でなんかその熱が夏でもなかなかあ夜でもねなかなか冷めなくて、うん、でもなんか十時十一時になるとなんか冷や込んだりとかそれか、うん、夜は結構ね寝やすい日がねそ<う>あの続いくんだよね大体ねあまりあの湿度が高くないから、うん、あの夜になると本当に一気にね涼しくなるから<う>窓を開けて寝るともうちょうどいいよね,ねエアコンとかいらない本当にいらない、うん、もう最近はね気温の変な変化で 1>, うん、あの1年に何回かすっごいなんか強烈に暑くなる日がね来るんだけどそう,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 そういうのを除けば本当に夏もあの1年中ねまあ過ごしやすい日がシアトルは続いてますと、ね、でもあの友達が言ってたけどシアトルは毎,回毎年プライドが晴れるらしいよ。 すごいね、なんかその友達の,あの同僚の,あの人が言ってたけど、うん、その人はずっとシアトルだけどなんか一回もなんか雨の日見たことないって、うん、プライドの時はでも前後は天気悪かったよね,ねだけどなんでそのプライドの日に限って晴れるんだろうっていう不思議はあるね,ね <laughs> 不,思<議>不思議だね確かそう言われるとね不思議そう今年もねそのプライドの前日とか、うん、あとそのプライドのあとの日は曇ったもんね 曇ったたね、うん、寒いいぐらい冷えたりとかさ、ね、そうだけど当日は暑いっていう暑いっていうかい過ごしやすいっていう<ー>ねね。そう今回ねそのプライドも行ってまあそのプライドってさ行くと結構無料なものがもらえたりするじゃんそうだから今回はねそのどんだけ今回のこのプライドで無料サンプルグッズをゲットできるかっていうチャレンジもね、うん、してみたん、ね、でその無理しない範囲でね「これくれこれくれ」じゃなくて、ね、ただなんかね 何、うん、かそのくれたやつとかをまあ集めてみたんだけどいろんなねシールとかあとは缶バッジとかあとはそのミサンがあとは腕につけるねそのラバーバンドみたいなゴムのやつとかあとはレッドブルとかお水ももらえたしあとは T シャツはもらえなかったけどね T シャツも配ってる企業が。 あったねあと鉛筆とか子供たち、ね、学校の子供たちがね配ってた鉛筆そうだねあとキャンディーのお菓子類ね,、うん、ね,ねそういうのとかゲットしてそう結構なんかそのものになるっていうか結構便利グッズとかもね、うん、あの配ってたりするから、うん、意外と。 プライドはそういうものの収穫に、うん。収穫、そう。結構頑張ってたじゃん。手を出したりとかね。あ、だってなんかね、あげるよあげるよ。るよって言欲しい人みたいな感じで言われるから。<う>はいっつって。みんなやるから。手,手出してた。ね。そう。あとなんか一番良かったの。ってか、無料でもらえてすごいなと思ったのが、その水筒。水筒。うん、なんかその。なんかプライスチックの、なん、なんつうんだろうね、あの。んなんていう素材だろう。 プラスチックだけどか柔らかいプラスチックなんかね動画見てもらえばわかるけどさビニールみたいじゃないビニールね入院した時にさほら献血する時の献血袋みたいな点滴の点滴のそんな感じをイメージしてもらえばいいねそこになんか水を入れてなんかチュー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 飲めるちょっとなんかキャンプに使えそうな水筒まあんか軽いからね軽くて折りたためられるしねそうだからなんか 場所取らない水筒みたいなやつもらえてそれはすごいなって思った、ね、んこんなの無料でくれるんだってうんなんかすごいよね,ね結構ねああいうのってさなんか PR どんだけ価値があるんだろうねあれでさほらいろいろ配ったりとかして、うん、でそれで実際にさなんかその売り上げとかに結びつくんだろうかその影響力ってのあるのかな、うん、あんんまりならなならいいじゃない、うん、だってしかもこの水筒今見てるけどなんかこれ、うん あれじゃんなんか病院がやってたやつ<ー>なんかこういう性病に気をつけてとか<ー>なんかそういうやつだから別にお金じゃないんじゃない<ー>寄付みたいな寄付みたいな感じか、うん、ねまあそれでねみんながねいろいろ まあそういうい会社のロゴとかね見てあこういうところがあるんだって知ってなんか結びつくかもしれないねそ,そ,れそれはあるかもねほらこれなその病院の名前書いてあるからさあの思いついてあそこに行こうとかってなるんじゃないそう,そういう力はあるかもしれないねそういうそういう PR じゃないそういうのいいよねあとはなんかそのシアトルのプライドとその日本のプライドの違いっていうかさなんか そんかそのほら消防車とかさなんだろう警察官じゃないけどなんかそういう警備員とかさなんかそういうところも参加してるなんか今シアトルじゃなくて日本のやつってさ結構もう一般の人とかまあその,その LGBTQ に関わる会社とかまあそのサポートをしてるね会社とかが歩いてたりするけどなんかそういう。 なんだろう消防士とかさ消防車とか、うん、の学校のなんか、ね、学校の人たちが,、うん、が歩いてるっていうところが、ね、なんかすごくなんかもし自分がね、うん、子供でアメリカに住んでそのシアトルのパレードを見た時にすごい身近に感じるし、うん、安心するなっていう確かにねなんか雰囲気があった。いいことだね,ねでもねあの今思ったのはアメリカってもともとこういうパレードの文化っていうのがあってさ、うん、ほら、うん ハロウィンパレードとか夏の独立記念日のパレードとかなんかいっぱいあるんだよ一年中に。でそういうパレードにいつも出るそういう消防車とか学校のバンドとかあの水槽。 各部とか警察とかいつも出るからさ、うん、多分その文化が入ってると思う,うアメリカのプライドのパレードにはまあ距離が近いかもねなんか地域貢献みたいな感じでんかパレードっていうのはそれが当たり前かもねうん、うん、結構、まあ、でも昔はなかったよね多分最初の本のパプライドパレードには消防署とか警察とか絶対なかったからうん、うん、そ,そういう面で見るとなんかねすごいよねそうだね、うん、なんか 安心するなって思ううん、そういう風にやってくれるといいことだね,ね。日本はどうなってくるんだろうねこれからそのパレードの動き、うん、っていうかなんかこれからねまた数年とかしてくるとなんか変化があるのかなとか思ったり。ほ、まあ、ら毎年年々大きくなってきてるじゃん, <laughs> うん、うん、日本の方もだからいろいろありえるんじゃないねなんか可能性は無限大だなって思う、うん、日本のパレードってか日本のそのプライド。 とかはまだなんかね始まったばっかしな感じもするじゃん歴史的に見てもそうだからしかも日本ってすごくなんだろうどんなことが起きるかとか分からないじゃんなんかすごくいい意味でなんか先が読めないっていうかさなんかどの企業がどういう有名な人がいきなり参加してきたりとかどういうふうにあのプライドが変わっていくとか本当に想像できないからそうね ね、最近本当に日本の方もね結構企業がなんかどの企業もなんかあるよねそういうなん,か、うん、なんか多様性を大切にしてますとか形だけかもしれないけど、うん、でもなんか全部ある気がする最近、うん、特に大きい大手企業そうだねちょっとねびっくり。ね、なんかこの早く変わる 変わったって、ちょっとびっくり。そうだね。自分たちがまだ日本に住んでたね。それこそ二千十七年十六年あたりの時って。うん、本当に企業でそういうことを掲げてる、ね。なかったよね。まあ。少なかったよね。見なかった。知ってるのはなかった。うん、ね、多様性って言葉とか。そのジェンダーとかさ、うん、セクシャルマイノリティ l. G. B. T. Q. って言葉が本当になんかもう。う 世にちょっとだけ出始めたけどみんながまだ知らないっていう段階だったもんねその時はそうんか覚えてるんだけどねまだ日本に行った時多分2016年ぐらいだったかなになんか同性カップルがテレビに出るっていうのを見たんだけどそれが深夜1時とかそういう深夜扱いされてたからまだ今じゃ全然違うけどそうだね本当にでもこれって一一人人の 力、努力だよ,、ね、そうだよね。でもって言っても最近のことをなんか目に見えてきたのは最近のことだけど、うん、あのずっともう何十年も頑張ってきてる人たちの影だからね、うんうん、それが本当にね。ね、それは忘れちゃいけないね。そうだね。うん、なんかもう全部つながってるよね。まあ日本の人がこうやって活躍ね、ねなんかその頑張ってきた人が頑張ってるのも。 ほらそれまた昔の歴史があってでも全部つながってるじゃん,なんかそれは世界関係なくだよね日本だけが頑張ってるんじゃなくてさまあアメリカのそのねちょっとね悲しい歴史とかもあったじゃんとかまあアメリカだけじゃなくてイギリスだの他の国とかいろいろな歴史があってそれをねなんか乗り越えてねみんなで頑張って協力してなんか前に向かっていってるっていう感じだよねだかからなんかね。 今のね自分たちの力だけじゃなくてなんかね昔の人たちのサポートとか<う>なんかまあそれこそ本当にね命を持って犠牲にしてきたっていう,そ,う、うん、その上に自分たちが今立たせてもらってるっていうのを忘れずに、ね、なんかね,ね行動とか活動はしていきたいなって思うよね。そうだよ なんかその人たちがいなかったら俺らはこうやってまず一緒にいないと思うしこうやって発信することも絶対できなかったからさカミングアウトなんてできなかったからかた本当にね感謝しかない、ね。そうだ、ね、なんかそれなしでは語れないって感じだよね、うん、なんかもうそれを当たり前、うん、なんかね、まあ、カミングアウトしない世界が当たり前とかさ、うん、まあそういうふうになるのはもうすごい理想だよね,ね理想だけどやっぱり忘れちゃいけない。 ていうかそういう歴史もあったんだよっていうことも重要だよね、うんうん、そうだよね、うん、ねえねね,ねなんか今思ってたけどさなんか日本のプライドもさ あのなんか日本っぽさがあっていいと思うよね。うん、ほら、アメリカはアメリカっぽさがあって、その消防車が出てるとか。なんかそういうアメリカのパレード。とプライドのパレードが合併したみたいな。あの感じだけど、日本はほら、焼きそばがあるとか、なんかそういうの。うね、あと日本のあの歌手の、ね。お祭り、ね。人とかね。そうだね。お祭りね、お祭り文化と混ざってるよね。うんうん、そうだね。日本は日本の。良さがあるよね。ね。 日本のプライドもね、本当にもうしばらく行ってないから、うん、もう全然ね、まあ、あとね、コロナもあったしね、そ<う>だからなかなかちょっとあれ、行きづらかったけど、うん、でもね、またあの、行けたらいいよね来年とかね、きたらいいね。そうだね、自分たちの予定があってさそ<う>あの、参加できたら嬉しいなって思うよね。うんね ね、毎年毎年そのアーティストの人とかもね芸能人の人たちとかも、うん、あのいろいろ、ね、表に出て来るようになってくれたし、うんうん、少しずつね,ねなんか進歩してるのではないでしょうか日本もしてもう目に見えてね本当にしてるよ、ね、日本はあとは上の人たちだねそう社会がね進歩してるから社会、うん、国民皆さんが進歩してるけどただ 追いついいつてないよねでもそれはなんかこの問題だけじゃなくていろんな問題に対してそう言えるから最近もいろんなニュースあったもんねなんかその女性の社会進出についてのやつとかさなんか他の G7 の人たちがみんな女性なのに日本だけ男性が来てみたいな、うんうん、でもさなんかちょっとイラってするのがさ、うん、なんかいつも言い訳を持ってる、ね、日本の人たちなんか 日本ではなんか女性の進出が進んでるとかさその上の人たちが言ってるその世界に対して、うんうん、だけどなんかねなんか全然それが表に出ないじゃん、うん、でもほら LGBT の人たちに対しても同じようなこと言ってたじゃん言ってたねなんか違うじゃんって <laughs> ねえねえほんとになんでそんなに遅いのかしら <laughs> いろいろ問題あるもうそれ話したら長くなるね,ね,ねもう私たち年取っちゃいますよ、ねね、だって23で、ね、3時とかにもう結婚してさ、ね、だからもうそこから待ち続けてもうあっという間に30ですよ、ね、やばいですよ、ね、でも本当に 自分たちまだまだ可能性があるかもしれないけどさ、うん、もう本当に自分たちよりもさ、うん、あの大先輩の人とかさ、うん、もうねもう今50歳60歳とか,歳とか、うん、あと7な歳ちゃった方もねず、ね、っとそれ待っててかなわずに分かんないじゃん何があるか自分たちは30歳だけどさ体なんて分かんないじゃんまだアラサーですよ 何があるか分かんない世の中じゃかんないよ、ねうん、だからね本当にそういう人たちもいるんだよってことを分かってほしいんだよねまああのなんか最近思うけどなかなかもう最近は無視できなくなってきてるよね,そ,うだねその問題を昔はもう頭回し、うん、頭回しとかしてたけどう、ね、もう周りの圧力があるから、うん、なかなか頭回ししてもすぐまた出てくるじゃん最近。からまあ そのうちじゃない <laughs> ね本当にねなんかプッシュプッシュねこ、うん、もうするようになったじゃん、うん、こっちとかもさ<う>ちゃんと声を出すようになったから、うん、あとはちゃんと話しし合って欲しいよね、うん、なんか全然政府がさ真剣に受け止めてくれないからさ、うん、なんかこっち側がすごく面倒くさい人みたいなさ、ね、なんかそういう世間の。 イメージを持たれたくないじゃん、うん、そう,そう難しいね難しいよねでもしょうがないね,ねなんかこっちからプッシュしないとあれだからそうね,ね、うん、まあきっとほら昔そのなんかほら女性の権利とかのために戦った人たちもうるさいと思われてたからね、うん、そうだねそういうもんじゃない、うん、なんかねやっぱり そうやってて繰り返していくよね、うん、まあ違う歴史だけどでもなんか一緒だよね一緒、うん、なんかねそれ本当にそのままだなって感じ女性,女性のね、うん、その選挙権とかもさ同じ人権の問題だからそうそうそう、うん、でも多分当時はね女性なんか女性ごときがとかさ絶対そう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 いう声うあったんだろうなでも本当に今多分自分たちが直面してそうは、ん、うんかそういう同じそうなんかね、うん、その結婚 の権利なもうでもよく聞くのが結婚する認めることによってなんか違法の結婚が増えるめていう声があるけどでもさあなんかもうそれって男女の結婚がもう認められてるじゃんでもそれがみそれでなんで同性婚を認めたら違法の結婚とかその移民とかが増えるって考えになるのとかもうだったらね男女の結婚が認められてる今の時点でその問題を。 言うべきじゃないんかこれさ前んか動画で話したらさそういうそれを言ってる人のコメント来たよね覚えてるんか私もんか「あいですが結婚は難しいと思います」みたいなんかその違法の結婚とかだからそういうこと思ってたらもうコメントしないでくださいと思言いたいよね聞きたくないです。本当にかその ね、同性婚だかからとかの問題じゃないよね<う>なんか同性婚を認めるから数が増えるとかじゃなくてさなんだろうねもうそのねもう異性婚が認められてるじゃん、うん、でその中で起きてるでしょその問題はもうすでに、うん、だからそれをなんで同性婚を認めること,ことによってなんかその問題に。うん 集中するのって大体の人って理解してないからね、うん、ほらその外国人がさなんか日本人の結婚して、うん、でその配偶者のビザをもらうためにほらいろいろ証拠を見せなきゃいけないじゃん,うん、うん、ただパッて言ってパッとできるものじゃないからさなんか何も知らないのになんで言ってくるんだろうって思っちゃう。ねえ。なんかねえそそれって感じなんかそこをなんか問題視してるの ね問題意識ってよりもあれだよねほら目をんていうんだっけ目を背けるみたいな。かなほらこれに集中してってそれを忘れてそれだよねそういう問題ね多いよねんかそこって感じんかもう難しいよねんかそのトイレの話とかもさ温泉の話とかもさ出てくるじゃん。でもね こちらの国もそうですからね同じも全く同じこと今でもまだ言ってるからねトイレのやつとかか証拠ゼロなのにさかそのトランスジェンダーの方がそういうことやったとかもう一回もないからさ本当にゼロだからさで逆にほら異性愛者の男性がやっちゃうじゃんそのことそれはもう証拠が山ほどあるのにそれを無視してトランスジェンダーの 方のせいにするとかなんかそういうのばっかりだからさ本当にあのその廃棄に何もないからさただのディストラクションだよね、うん、だね,、うん、ねだってなんかそのね温泉がおほら温泉の問題があるじゃん、うんうん、でもそれはなんかね女性の温泉になんかその本当はストレートだけどなんか自分はトランスジェンダーって言って入ってくる人がいるかもしれないっていうことを 恐れて、うん、あのる人が結構いるわけよ<う>なんかその人たちはそうだけどさなんかそれって同性婚とかトランスジェンダーとかの人たちが悪いんじゃなくて、うん、それをやってる人に問題があるでしょ犯罪者だからでしょそれだけじゃんねそうでなんかその国の法律とかそういうのってさ犯罪者を考慮してない法律でしょそ,<う>なんかそれを そこまで含めてて法律を作ってなないいじゃないだからもう何て,ていうのかなそのレベルがもうほら見られてるのはもう犯罪者基準じゃないうんって感じそれも嫌だよね。そうだね,ね,なんかね。だからなんか全部一緒くたにされちゃって多分なんかもう最近いろんなことが起こりすぎてさうんもうその当事者の人たちも疲れてる人は。う いると思うなんか変な意見が大きくなってきちゃうじゃん,、うんね、ん LGBT ゲイレズビアンなんかバイセクシャルトランスジェンダーなんかその一塊でもう見られちゃって、うん、まあこの人たち面倒くさそうとかさ、ね、なんか自分の権利だけ主張してくるとかさ、うん、なんかそういうふうになんか。 なんだろう思われちゃうっていうかさなんかそういうコメントも多いからさうんでもそういうもんだと思うそのなんかネットとかだけ見ちゃうとねそう感じるけど本当は少数派の方だからさほとんどの人はそうじゃないから大丈夫だと思うよだって今でもアメリカだってうるさい人はうるさいじゃん変わらないねだけど事実はもうあのこっち派のねあのその荒いとかの方が多いからね完全にそうだね だから、ね、まあ、ちょっとプライドの話から結構いろいろ話してきちゃったけど <laughs>、ね、今回、結構深い笑いになってしまったね。でもプライドマンスですからプライドマンスだしねプライドマンスじゃなくても重要な話だからねでもこういうことをみんなにシェアできたのはよかったんじゃないのかな皆、はいね、さんもなんかぜひいろいろねコメントで。うん こういうのはどうとか、なんかいろいろね、意見残してくれると嬉しいです。なんか、それをちょっとコメントで読んで、それをあの次回、あとキャストで使ったりとかさ。うん、そういうふうにできるので、ぜひいろいろ。この LGBTQ とかプライドと関係なくても、いろんなコメントとか、うん、なんかそういう質問とかあったら送ってください。はい,はい、お願いします。ね、今日もあの、喋れなかった。その質問。 うん大丈夫このあとまた撮るからそうだね <laughs> 次回楽しみそう次回お楽しみにええ、ね、ってことで私たちの今日のポッドキャストはここまでになりますはいとポッドキャスト以外にもインスタグラムツイッター YouTube などもやってるのでぜひそちらのチェックお願いしますはいあとは友達とぜひシェアしてみてください、はい、では皆さんまた次のポッドキャストでお会いしましょうはい皆さん良い一日を良い一週間をまたねバイバイバ,イバイ